第170回傭兵館の砦。西暦213年建安18年5月22日、曹操は義侯に叙せられた。帝は面倒な手続きの後、やっと曹操を曹操の作った魏の国の義侯にあげたのだった。年が明けて曹操はまた戦の庭に挑んだ。進発！やっと12万の大軍を出せるようになった。花公園とテイクが調略で馬長を破り、領州まで勢力下に置けるようになった。領州の孫権が狙っている合肥は長領に任せておけば心配はない。慶州も曹仁がしっかりと判事を守っている。今私がやらねばならないのは、益州を取ったばかりの劉備をくじくことだ。ついでに益州も丸ごと人のみにしてしまいたいが、劉備はそれほど甘くない。とりあえず後鳥羽道の漢中を取ればよい。命じておいた木材はちゃんと集められていた。だが曹操の機嫌は良くなかった。馬長のやつめ、うまく逃げおったものよ。それだけなら我慢もしよう。だが何だって劉備なんかの帰化に入ったのだ。ついこの前までお前は劉備よりずっと大きな勢力だったんだぞ。殿下。加工殿か。私を説法にお命じください。どうして戦場に出たいという？どうして危険な場所へ行こうとする？どうして立派な軍人ほど年を取ってくると誰もが戦場で死にたがる。加工殿。はい。私のそばにいろ。殿下、私も年です。武人らしく。気持ちは分かっている。それでも私のそばにいてほしいのだ。しかし殿下、もうこの加工殿じゃお相手ができそうもありません。お悩みが深すぎるようです。私はとても殿下ほど大きくなれませんので。よいのだ。私の弱さを知ってくれているだけでいい。加工殿がいなければ私も軍も半分死んでしまう。殿下、もう戦場に出たいとは誓って申しません。ただし殿下が戦場に出られる時は別です。うん。加工殿、全軍を叱咤せよ。歩兵はかけさせろ。戦なのだ。漢中まであと2日で到着させよ。はっ。長英は傭兵館に砦を築いた。曹操が漢中に侵攻すると分かった時から俺はこの砦を作った。しかし後鳥羽道の教祖の兄はまだ曹操と戦うと決定していない。だから信者で作られた6万5千の軍は後鳥羽道軍を育て上げた俺の言うことも聞かないんだ。諦めずに俺は兄に提案した。劉備と連合しようと。劉備は我らの宿敵劉璋を益州から追い出した男だと。いくら説明しても兄の長老は劉備とは組まない、そう言うだけだ。一体曹操とどう戦えというのだ。煮え切らない兄に長英は気力をなくしていた。そんな長英を
砦に訪ねてきた者がいる。馬長についていた牛氏という若い武将だった。兵が6人いないのですね。これほど見事な砦を築きながらどうしたというのですか。牛氏、何をしに来た。3000騎を持って傭兵館に援軍として入りたいと馬長が申しております。馬長がなぜ私を助ける。すぐる日馬長軍は長英様に助けられました。もし砦に人手が余っているなら後方の格段でもしますが、どうもこの様子じゃ。2000だ砦にいるのは。曹操軍はあと2日というところに迫っている。3000騎はいつ。のろしを上げればすぐにでも。早く馬長に会いたい。のろしが上げられ、砦の壁の一箇所が開かれる。そこは石積みになっていて、砦の外側から石を一つ外すと壁全体が崩れる仕掛けになっていた。下は急斜面である。こういう壁が何段にも構えてあった。やがて壁の隙間から3000機が一つの激しい流れのように飛び込んで、壁は再び閉ざされた。馬長、この戦はどうもいかん。軍がうまく動かんのだ。お前も逃げ道ぐらいは考えておけ。相変わらずだな、長英。思い通りに運ぶそんな戦などあるわけがない。長い付き合いになるが、一緒に戦うのは初めてだな。俺はそれほど長いとは思わんが、お前は変わらんな。私は変わった。また考え事か。もうよせ。死ぬ時は死ぬと思えば、大事なことなど何もない。いろいろ片付けない。馬長、共に戦おう。牛氏が兵士たちに命じて一人に3つずつ人形を作らせた。2日後、砦の上に15000の人形が置かれた。15000の兵に見えた。曹操軍の先鋒が到着した。城攻めの得意な長江と守礼が先鋒か。曹操軍の本隊が到着した。さすがに隙はなく、圧倒してくるような迫力があった。全軍を一番下の石積みのところへ。攻撃は多分明日の朝だ。あくる朝、攻撃が始まったのは明るくなってからだった。馬長は石積みの上に立ってギリギリまで敵を引きつけてから丸太の綱を切らせた。曹操軍が丸太に弾き飛ばされ、体勢を立て直してまた登ってくる曹操軍を今度は崩れた石の本流にあって崖下へ落ちる。あまりの犠牲の多さに曹操軍の前衛は一度退いて、1万ずつ3段に攻め上げてきた。傭兵、上から騎馬隊で攻め落とすぞ。ほら、ああ、馬長と並び5000の騎馬隊の先頭に立って突っ込んだ。気づいた時には3万の曹操軍を突き抜けた。曹操軍は敗走していた。長英、また会おう。馬長と3000騎は
嵐のように駆け去った。長英は兄長老の館へ走った。兄上、曹操軍の先鋒三万を打ち破りました。敵の犠牲は五千。今なら曹操を打ち払えます。長英、お前には苦労ばかりかけてきた。それも終わりだ。もう戦はやめだ。なんですと。私は後鳥羽道の命運を曹操に委ねる。後鳥羽道の競争、兄の長老は初めて一憂を明らかにした。それは曹操に降伏することだった。第171回三国誕生。やられた。この曹操孟徳がこっぴどくやられた。傭兵館の砦を見たときは、これは正面からでは無理かもしれないと思った。しかし相手は後鳥羽道軍だ。劉備に子供のようにひねられた劉将軍としか戦ったことがないのだ。簡単にやれるかもしれん。城攻めのうまい長江に攻めさせてみた。二日間に三度攻めた。長江は五千の不正を出した。それどころか軍を立て直そうと下がったところを敵の騎馬隊に襲われて追い散らされたのだ。これは相手はただ者じゃない。殿下、馬長です。馬長だと。何十人もの兵士が見ております。馬長がどうして。では後鳥羽道軍は劉備と連合したのか。いや、劉備は益州を固めるのに忙しく。しかし馬長は劉備の帰還に入ったのだぞ。孔明が馬長だけを援軍に出したのかも。何にしろ馬長が相手なら作戦の練り直しだ。攻撃は中止だ。加古殿、武将たちを集めろ。御意。砦は不気味なほど静まり返っている。3万の軍を大きく迂回させて傭兵館の後ろに回らせた。3日かかった。正面にも2万の軍を配置した。総攻撃を命じた。反撃がなかった。また罠か。兵は綱の上を渡るように神経をすり減らして進んだ。後ろに回った3万が犠牲も出さず頂上にたどり着いた。敵はいなかった。加工殿、殿下、どうもうまくあしらわれたようです。分かっている。馬長の首を取り損ねたのが結局こんな無様な戦を招くことになったのだ。そんな時、皮肉なことに後鳥羽道の教祖から降伏の使いが来た。漢中の南庭では教祖の長老が武器を捨て降伏する信者と共に待っているそうです。私が散々コケにされた後にか。殿下は大した犠牲も出さずに漢中を手に入れたのです。青二歳の頃でもこんな戦はしたことがない。この旅の遠征の目的、漢中は殿下のものとなりました。漢中の南庭に向かう。はは。南庭まで何の抵抗も受けずに進んだ。長老が自ら曹操の本営までやってきた。降伏を受け入れよう。後鳥羽道軍は解散して元の暮らしに戻るがよい。長老殿とその一族には
それなりの待遇を与える。ゴトベイドは進行は続けてもよい。ありがとうございます。傭兵館を守っていた者は弟でございますが、降伏を承知せずいずれかへ立ち去りました。今後は信仰のみで生きよう。それだけだ。曹操は漢中に5万の兵を残し、花公園と長江に任せて行に戻った。翌年の5月、曹操は魏王になった。上には帝という存在があるだけだ。曹操の支配地は魏と呼ばれるようになった。孫権の領地幼州と慶州の一部は呉と言われ、劉備の立つところは蜀となった。孔明の戦略が見事に的中し、天下は3つに分けられた。じりじりと世は変わっていった。魏王の曹操は後継者に曹丕を選んだ。呉の呂宿が病死した。孫権は脱皮に何度も大軍を出しながらその度に敗れた。仕方なく戦線を収縮させるためにあえて曹操に進化の礼を取った。蜀の劉備は日々充実していた。関羽の預かる慶州で軍は6万になっていた。関羽の厳しい指揮の下で盛況な軍に育っていた。益州では10万の兵が盛況な軍を構築している。馬超の働きで傭兵館を奪い、漢中の義軍をじわじわと締め付けていた。殿、やっと準備が整いました。漢中攻略策の要旨です。そうか、ようやく漢中へ行けるか。曹操が漢中を手に入れてから4年目、劉備は漢中を奪い取る決心をした。蜀という国を固めるために3年かかったということだ。漢中を魏の国が抑えているということは、劉備の蜀の国が曹操によって喉元に相口を突きつけられているようなものだった。漢中への進攻軍は総勢8万、生徒を中心とする領内の守備は義援と李元の2人の将軍が指揮する2万の軍に当たってもらいます。いいだろう。今一度漢中進攻の策を検討しよう。わかりました。漢中における曹操軍の拠点ですが、まず定軍山、ここには総大将の花公園がおります。さらに関水を挟んで天刀山がありますが、ここは定軍山の第一の兵站基地であり、炎章を見限った長江が守っております。定軍山の南には米宗山という山があり、そこにも兵糧が蓄えられております。そして南堤、この4カ所が曹操軍の拠点であります。我らの漢中攻略は、まず関水を渡って天刀山を落とし、ついで定軍山を壊滅させて、これを占拠したところから始まります。すでに殿もご存知の通り、曹操が40万の大軍を引き長安を出発しています。我らは定軍山を拠点にして40万の肥満しきった曹操を迎え撃つのです。40万か。兵糧を運ぶだけでも大変だな。補給路を痛めつけると曹操も困るだろうな。馬超殿が珍しく張り切っていました。昔のお返しに曹操を泣かしてくれましょう。楽しみだ。孔明、全軍に出動命令だ。はは。定軍山からの逆落としの攻撃を警戒して、騎馬隊と歩兵は20丁も離して軍を進めた。どちらを攻められても片方は動け。曹操軍の花公園は歯ぎしりをした。劉備軍のどこをつけばよいのかわからなかったからだ。花公園のそんな苛立ちも孔明の計算のうちだった。
甲冑、玄関、二人の老将軍の率いる三万と、後に続く趙軍の一万が天刀山の麓に着いた。到着するとすぐに攻撃が始まった。甲冑を先鋒として斜面を駆け上っていく。玄関の部隊も負けてはいない。天刀山の頂を目指して駆け上がる。みんな見ろ、ご老人二人がよくやるではないか。あれだけ頑張られたら敵の兆候もたまらんぞ。老練な攻め方だった。兵士は馬止めの柵を前に押し出して、しかも正面の斜面は避けて縦列で登っていくのだ。石を落とされても犠牲者はほとんど出ない。孔明は小さな天刀山を土で成功に作る。甲冑と玄関に毎日攻撃の道筋を指でなぞらせていたのだ。孔明、甲冑が天刀山の砦に飛びついた。天刀山の長江が逃げ出したぞ。長江が南帝に逃げるか、帝軍山の加工園と合流するか。できれば帝軍山に行ってくれた方がまとめて叩けるのだが。天刀山を落とし、帝軍山を囲んだ。そして曹操を引き出した。曹操を通達し、漢中を取ることはできるのか。第172回加工園の首。三世紀頃の中国では、大陸を二つに分ける長江の南、内陸部の西の端に大きな益州があった。その益州の北端に小さい頭が飛び出したような形で漢中はある。漢中は山で囲まれた土地である。山が漢中を守ってきた。曹操軍の拠点も主に山にあった。加工園のいる帝軍山、その兵站基地で長江の守る天刀山、もう一つの兵站部米曹山、そして首都南帝。益州を国の要とする劉備の蜀の国にとっては、漢中を曹操の魏の国に奪われたままでいるのは首筋に短刀を当てられているようなものだった。劉備は漢中攻略を決意した。殿、時が来ました。よし孔明、出動命令だ。劉備軍はたちまち敵の拠点の一つ天刀山を奪い、攻めたのは甲冑と玄関、二人の老将軍だ。長江の追撃は無用。天刀山の砦の守備は玄関、長飛と趙雲の部隊は速やかに決められた山を取るように。本陣を二里東へ。帝軍山の両隣の山を長飛と趙雲がたやすく奪った。天刀山を奪った甲冑の軍が帝軍山の麓に殺到した。劉備の本陣が馬超を先頭に動き出したので、帝軍山にいる加工園はどうすることもできない。天刀山の長江が合流したが、帝軍山の曹操軍は完全に孤立した。南帝と帝軍山は遮断した。次は加工園をどうやって引きずり出すかだ。軍師殿、帝軍山攻撃は甲冑将軍、趙飛趙雲の二将軍は側面からの牽制。待った、我が趙飛の部隊はまだ無傷だ。ここはこの趙飛に任せていただきたい。趙飛将軍、戦はこれで終わるわけではない。曹操が40万の大軍を率いて漢中に向かっている。趙飛趙雲の二将軍にはこれを迎え撃つ時の主力になってもらわなくてはならないのだ。しかし孔明殿。趙飛、やめとけ。お兄貴、軍議の後。不服そうだな、趙飛も趙雲も。だってお兄貴、いくら軍師だからったって
孔明殿の作戦は変だよ。甲虫はよくやっているよ。だがもう年だ。天道山に続いて帝軍山でも戦わせるのは酷だ。張飛、それから張雲も、帝軍山の花公園を攻めるには、二人は適任ではないのだ。殿！帝軍山は三日で落とす予定だが、そのためには張飛や張雲で攻めてはいかんのだ。甲虫なら三日で落とせるんですか？敵の将軍花公園は、相手がお前たちだと、砦を守って出ようとはせん。怯えてな。帝軍山の要害を、花公園と長江が固めてしまえば、落とすのに何日かかるかわからんぞ。甲虫なら花公園が出てくる。早く勝負がつく。そうでしたか。花公園をいかに引きずり出すか、孔明も苦労しているんだ。これが軍師というものか。へえ、頭の中身が俺たちと違うらしいな、長雲。そういえば、馬長の軍があまり動いていないが、大兄貴、馬長も曹操との戦いに温存してあるんですか？まあな。戦場で戦ができないのは何か忘れ物でもしたような気分だろうが、長雲も張飛も今や蜀の国の大将軍なのだ。そういう寂しさも覚えておけ。山の砦を攻めるときに一番厄介なのは落下してくるものだ。大きな石や丸太が落ちてくると馬止めの柵でも防ぎきれない。犠牲を出さないためには野衆による火攻めか水か兵糧を断つしかない。ところが帝軍山には燃えるものがあまりない。水源があり兵糧は一年分はある。曹操の軍が漢中に到着するまでに帝軍山を落とすのは難しい仕事だ。孔明は、成都の郊外に帝軍山そっくりの小山を作って、戦略を練ってきた。帝軍山には、斜面が緩やかになって岩の突き出しているところが2箇所あります。この突起の後ろにいる限り、安全です。その2箇所の突起を、攻める時の盾に使うのだな。そうです。ただし、帝軍山を守る時には、この突起を何とかしておきましょう。すでに甲虫の部隊は麓に展開していた。夜の間に斜面の途中の2箇所の突起物のところまで500の兵が這い上った。砦ではそれに気づいて盛んに石を落とし始め、劉備も孔明もその石がどう転がり落ちるかじっと見ていた。孔明、小山を作って試した甲斐があったな。石はみんなあの突起を避けるように落ちていくぞ。そろそろあの突起の下の兵たちが砦に矢を射込むはずです。矢は十分に届く距離です。昼間の矢はあまり役には立たないのですが、兵たちが体で距離を覚えます。で、夜になったら休みなく矢を射込みます。花公園はもう頭に血を昇らせているぞ。明日あたり撃って出てくれればよいのですが。夜に煮込む矢の効果次第だな。夜になった。張飛と張雲がそれぞれ500機を率いて麓の近くに潜んだ。そして甲虫軍の兵士がうるさいほど砦に矢を射かける。翌朝、砦から騎馬隊が出てきた。まだです。花公園がまだ出てきません。敵の騎馬隊が駆け下りてきた。斜面の途中で甲虫の軍がぶつかった。さすがに逆落としは強い。甲虫は押しまくられ麓まで転がるように後退した。反撃にかかる。今度は敵の騎馬隊の方が不利。もう逆落としは効かず、
じりじりと押されると後ろ向きで斜面を登ることになる。それを見かねてか砦の上に新手の騎馬隊が現れた。騎馬が2000、歩兵が5000。出てきたぞ花公園が。出たか花公園。花公園が逆落としをかけてきた。斜面の途中まで押し返していた甲冑の軍が転げ落ちてくる。花公園が先頭。これまでの鬱憤を晴らすように花公園が暴れ回っている。味方の騎馬がみるみるなぎ倒されていく。孔明手を握りしめ、太鼓の合図で張飛と張雲が飛び出すことになっている。花公園、甲冑の姿を見せる。シャニムに突っかかってくる。甲冑の旗本は遮ろうとするが勢いが違う。花公園が迫る。太鼓旗だ。花公園のなぎ方が甲冑を狙っている。孔明は思わず立ち上がった。公園はとっさに状況を知った。馬を返した。張飛と張雲が横から絞り上げ、甲冑は追った。斜面にかかる。甲冑が馬上から矢を射かけた。当たった。花公園の動きが止まった。甲冑が追いついて花公園の首を跳ね飛ばした。やった、勝ったぞ。総崩れになった敵を砦まで追い、逆に追いようとした。張衡が南庭に逃げていく。全軍で陣を固める。帝軍山、落とされた石は運び上げよう。斜面の途中の突起は2箇所とも砕いて崩し、土も削り取れ。不眠不休でやれ。劉備軍は漢中を取ったのだ。第173回曹操漢中を攻める。曹操は漢中へ向かう途中で花公園戦死の知らせを受けた。花公園が首を取られたか。確かに花公園は攻めの武将だ。しかし歴戦の将軍だ。帝軍山を守りながらむざむざ討ち死にする男ではないはずだ。よほどうまく攻められたに違いない。ともあれ、漢中に俺の拠点はもう何点しか残っていない。40万の大軍で一本の道では間に合わない。東南に迂回して南庭に入る軍も3万ほど。大部分が夜国道と四五道を使っている。険しい山にかけられた山道では一列しか進めないのだ。すでに先発の10万は山道を進んでいるはずだ。曹操本隊の進路は夜国道である。長江の南庭守備軍が5万、合わせて45万で劉備の8万と戦うわけだ。今度こそ劉備の首を取るまで兵は引かん。曹操はようやく漢中南庭に入った。全軍が2日後に到着した。劉備の職軍8万は帝軍山を中心に数箇所の山に砦を築いてこもっていた。曹操には帝軍山を落とす自信があった。帝軍山には少なくとも弱点が2つあるのだ。
将校を呼べ。その曹操は帝軍山を間近に見て全身から汗を吹き出した。将校参りました。将校、帝軍山の地形が変わったな。はい、斜面の突起を2つ、劉備軍は占領するとすぐ昼夜兼行で壊しておりました。石を避ける場所がなくなっております。帝軍山に弱点がなくなった。はい、そこで突起を壊す劉備軍を攻めるべきでありましたが。よい、加工園が討ち死にして守備軍をまとめるだけで精一杯だったのだろう。申し訳ございません。馬長はどこにいる。帝軍山のようです。ようです。誰か確認していないのか。天童山を攻められた時は本陣の前衛は馬長でした。劉備が帝軍山に本陣を置いてからは誰も確認できておりません。劉備の姿もです。長公、帝軍山をよく見られる。馬長の姿が見えたらすぐに報告せよ。馬長の姿が見えたらすぐに報告します。馬長、どうも嫌な予感がする。ともあれ帝軍山に隙がない以上力攻めをするだけだ。もみに揉んで45万の軍の利を生かせばよい。攻撃隊を党に分けた。一軍が2万でそれぞれ若い将軍が率いている。翌日から攻撃を開始した。続けざまに攻撃をかけて押し返された。翌日も翌々日も大軍で帝軍山をもみ上げたが皆追い戻された。劉備は一度も打って出ようとはしない。帝軍山の急な斜面を味方にして丸太を落とし石を落とす。その度に曹操の兵は少なからぬ犠牲を出したが力攻めは続けた。8日間続けた。なあに、転がす丸太も石もいつかは尽きる。劉備も打って出るしかなくなる。9日目の攻撃で第一軍が砦に届きそうになった。曹操は本陣で思わず腰を上げた。しかし麓の軍が乱れた。帝軍山の両側の山から蜀軍の騎馬隊が凄まじい勢いで後続部隊を蹴散らした。張飛と張雲だ。暴れるだけ暴れると、張飛と張雲はそれぞれの山へ引き返した。両側の2つの山も兵で囲め。張飛と張雲は何としてでも封じ込めておくのだ。後でゆっくり料理をすればよい。甘かった。劉備軍切っての2人の将軍を兵で囲んだぐらいで封じ込めるはずがなかった。次に逆落としの騎馬隊は包囲の兵を突っ切ったばかりだ。帝軍山攻撃の部隊も麓でズタズタに引き裂いたのだ。あとは死体が山のように残る。将校、攻撃部隊を下げて陣を組み直す。殿下、このまま攻撃を続行させてください。ならん。兵は将士たちに怯えている。陣を立て直し策を練り直すのだ。はい。巨長が陣屋の部屋の隅でじっと控えている。曹操は改めて地図を見た。見れば見るほど劉備軍には隙がない。帝軍山を中心に4つの砦が連動して生きるようになっている。砦の効果は倍以上になっていた。コーチ、大きな袋に閉じ込められているような気がしてきたぞ。殿、私を張飛の騎馬隊とぶつからせていただけませんか。それはダメだ。
気持ちはわかるがな。コチ、張飛の騎馬隊と戦えるのはお前だけだ。しかし、お前が張飛と戦っている間に、張雲がわしの首を狙ってくるぞ。それに、どこかに潜んでいる馬長もな。わかりました。張飛だろうと、張雲馬長だろうと、殿に指一本触れさせませぬ。なんだこの頭痛は。戦場で頭痛がするなど初めてだ。夜明けまで曹操は苦しんだ。だがその頭痛がきっかけで曹操にひらめくものはあった。これまで頭痛をたびたび無視してきたように、帝軍山を無視してはどうなのか。四つの砦を連動させたこの陣形は破るのが難しい。ならば無理をして破らずに放っておいて漢中を出る。そのまままっしぐらに成都へ攻め上がるのだ。成都までの劉備軍はせいぜい三万か四万といったところだ。俺の軍は45万。あっという間に飲み込んで益州が俺の手に転げ込んでくる。それじゃあ困るから、劉備も帝軍山を出てこざるを得ない。野戦になれば劉備も結局は敵ではない。こっちは5倍の軍勢を持っているのだ。兵糧さえうまく補給を保てばできる。よし、帝軍山を無視する手で行こう。まさに妙手と思われた。だがその作戦を危うくする知らせが届いた。五個の者です。夜国道の参道が藩里にわたって崩されました。おびただしい兵糧が谷底に落ちました。夜国道がやっと治ったと思ったら、今度は四五道を切られた。蓄えもあって今のところ兵糧に不足はない。だが45万の兵糧ともなると、2本の細い道では絶え間なく運んでこなければ間に合わないのだ。もし2本の道を切られて修復できなければ、蓄えも10日で底をつく。俺に帝軍山を無視させないというのか。孔明、お前には計算済みのことか。第174回、夜国道と四五道。大丈夫か、馬長。ああ、このまま行って夜国道へ着くのか、長英。ああ。四五道へ向かった時とは違うところを歩いているような気がするんだが。その方が敵に気づかれなくてよかろう。山歩きの時のお前は獣並みだな。獣みたいな男から言われたくないな。ん？長英と馬長は夜国道から四五道へ向かっている。後に山に慣れた馬長の200の兵が続いている。道はなかった。山がいくつも重なっているだけだ。この山が漢中を守ってきたのか。確かに波の険しさじゃない。道のない山を行くのに長英は何か特殊な嗅覚のようなものを持っていて、絶対に登れないと思えるような崖でも、なんとか手や足のかかる場所を見つけて這い登っていく。馬長は長英にただついていくしかなかった。馬長様、長英様は大したものですね。
あんなに軽々と。とても40代の方の身のこなしじゃない。なんだ、あえいで。牛氏は長祖山の山育ちじゃなかったのか？お恥ずかしい。しかしこの山の険しさはとても長祖山の比ではありません。どうした、長英。立ち止まって。方向を見失った。それだけは獣の勘でもダメか。大体はわかるが、戦じゃ大体じゃまずいだろう。まったくだ。この天気じゃ太陽がどこにかかっているのか見当もつかない。駅州は晴れてる日の方が珍しいんじゃないでしょうか。夜には星も出ないしな。ではまた気を切るか。不思議なものです。木の年輪を見て方向がわかるなんて。キョエ、俺も面白くなってきたぞ。こっちが北か。とすると夜国道はもう近い。今日はここで野営することにしよう。長英、正直なところ劉備軍の居心地は悪くない。張飛や張雲という生え抜きの将軍は実に気持ちのいい男だ。軍師の諸葛亮孔明がこれまた面白い。鋭すぎてこれから何度も自分を切ることになるだろうが、とにかく奇抜なことを考える男だ。張飛なら俺もいくらか知ってるが。張飛か。高潔らしくどこか抜けたところがあるが、大事なものは失っておらん。大事なものとは？人に優しいところかな。あの荒くれが優しい。不思議なもんだ。俺は張飛という男に一番優しさを感じるんだ。寛陽とはまた違う優しさだがな。肝心の劉備は？わからん。人の心を包み込もうとはしてくるが、それが優しさから出たものかとか。ああ、俺にはわからん。お前は劉備の国の職に骨を埋める気か。劉備玄徳はいとこの馬体にはいい仕組んだろうと思うな。俺は死ぬまでという約束だが、流されるままだろう。明日は夜国道に着くが、またゴリばかり参道を壊すだけか、馬長。今度はかなり壊してやろう。燃やしてもいい。参道の修復に10日はかけさせる。今度は夜国道には守備兵がいるぞ。切り合いになる。お前は見ていろ。俺が片付ける。馬長がやられることはないだろうが。やられてもよい。どっちでもいいのだ。人と人の争いなど、この国など乱れるだけ乱れて滅びてしまえばいいのだ。投げやりだな。曹操も劉備も孫権も所詮は同じ種類の人間さ。自分こそが天下をと心の底では思っている。それが優れていると言われる人間の実態だ。この長英もそう思ったことはある。それが素晴らしい夢に思えたもんだ。長英の夢は後鳥羽道が頼りのものだったがな。何かに頼ろうとしたところがあの三人とは違うところだ。あの三人は自分の力で今天下を争っている。翌朝、劉氏が報告に来た。馬長様、どうも軍が入っているようです。石膏が焚き火を10ほど確認して戻りました。1000名から2000名単位の軍だ。え？それも一つや二つではないぞ。7つか8つ、いや、10は超えてるな。昨日から気がついている。あまり気にするな。そう言われても、長英様。奴らは山岳戦に慣れてるだけの兵だ。
俺たちと遭遇することはない。楽なところを選んで進んでるからな。俺たちは人が通りそうもない場所を選んで進んでる。遭遇するとしたら夜国道に出てからだ。その時はこの馬長が何とかする。はい。山を一つ越え、急斜面を兵が登り終えたところで2000の軍に遭遇した。どこの軍だ？どこの軍でもないぞ。山の民だ。捕獲する。武器を捨てろ。馬長。馬長は首に巻いた布で鼻から口を覆って岩の上に出た。劇を構えた曹操軍の兵が20名ほど駆け寄ってきた。馬長は剣を抜いて20名の頭上を飛び越え、振り返った時には10名を切り倒していた。馬長の顔を覆った布が取れていた。残った者は立ちすくんでいる。馬長だ、金馬長だ。奥州兵だな。つまらん戦はやめて故郷へ帰れ。俺はこの山で生きている。しばらくはここにいるつもりだ。この山の中で出会ったら切る。一度だけ教えておく。私はかつて五兵衛堂にいた長英というものだ。ここは私の庭のようなところだ。不足をつけた兵に荒らされたくはない。これ以上山中にとどまるとそこら中を罠だらけにするぞ。罠にかかったら生きながら獣に食われるだけだぞ。幼衆兵の中で7、80名が飛び出した。馬長様、我ら領主領主連合軍に属しておりましたが、心ならずも曹操軍に組み入れられ。やめろ。領主の金馬長は死んだ。曹操に敗れたのだ。ここにいるのは金馬長の影に過ぎん。だが剣は使える。だからここから去れ。奥州兵のお前たちを切りたくはない。去れ。山を二つ越えたら夜国道だが、間違いなく山道にはやはり守備兵がいるぞ。うん、こんなやり方はどうだ。我らが山道の上に出る。そこから縄を下ろし、まず馬長と俺が降りて山道に立つ。うん、馬長は山道を上流の方へ進んでいく。俺が下流の方へ進んでいく。向かってくる敵兵を切りながらだ。で、二人の間にこちらの兵が降りて山道を壊す。面白いな。200人切ったら崖を上がる。どうせ一人しか通れぬ山道だ。それくらい切れるだろう。よかろう。200でも300でも。だが馬長も長英も山道ではほとんど敵を切れなかった。馬長と長英が現れたという情報はもう伝わっていて、夜国道山道の警備に当たっていた幼衆兵は馬長と長英の姿を見るや否や、たちまち強行をきたして逃げ去ったからである。第175回経録。定軍山は曹操軍の猛攻に次ぐ猛攻を受けてすでに一月が経っていた。二度ほど砦に取り憑かれはしたが、その時は打って出て追い落とした。張飛と張雲が頃合いを見計らって実に果敢に牙を駆け回らせる。天童山の甲冑と玄関、二人の老将軍が曹操軍の隙を見つけては奇襲をかける。それでも40万を超える曹操軍は多かった。倒しても倒しても常に新手の兵が攻撃してきた。キリがないな、殿。
これは根比べです。根を上げた方が負けです。劉備軍には兵糧はまだ大量にあった。泉もあって水に困ることはない。だが、もう投げ落とすものはなくなってきた。砦には陣屋もなくなっている。攻め上る曹操軍に投げ落としてしまったのだ。今は劉備のための小屋が一つあるだけだ。孔明、曹操軍が我らの投げ落とした石で麓に石積みを作ってるぞ。しかもそれを徐々に前に出しております。どういう気だ。あの石積みで我らの投げ落とす石を防ぐつもりかもしれません。しかしこちらから投げ落とす石もすでに尽きかけているぞ。殿、曹操も焦っているのです。もう少しの辛抱です。馬長が曹操軍の兵糧を止めているからか。だがうまくいっているのか。曹操軍はそれほど兵糧に窮したという素振りは見せていないぞ。いえ、オールイ殿の手の者が馬長と長英が夜国道と四五道を交互に打ち壊していると連絡してまいりました。そうか。それに投げ落とす石は決して尽きることはありません。ん？また孔明の魔術か。魔術などと。こちらへどうぞ。王兵です。これは殿。王兵は慶州で降伏してきた曹操軍の将校だった。曹操の漢王室へのやり方が許せなかったのだという。そばに置いて様子を見たが、口数の少ない冷静な男だった。兵の指揮は巧みである。何をしている王兵。岩を砕いております。岩を砕くだと。はい。帝軍さんはほとんど岩でできているので、砦の中の不要な岩を砕いて投げ落とす石を作るのです。気の遠くなるような話だな。何の。ここには2万以上の兵がおります。一人が一つ砕けば2万個になります。なるほど。だがしばらくその石や矢を使うのは控えましょう。ん？なぜ。曹操軍はまだ落石や矢を防ぐための遮蔽物を前に出しています。そばまで来た敵は 2,3 度追い落として我らに石も矢も尽きたと思わせるのです。曹操軍は小躍りして遮蔽物を捨て山を埋めるほどの兵で押し寄せるでしょう。その時に存分に石と矢を使うのです。敵は大損害を被って大きくくじけるでありましょう。魏の国、曹操軍の軍議だった。若い将軍たち、幕僚たちはうつむいていた。我が軍は45万である。すでに4万近くの兵が戦死したり負傷したりして戦列を離れた。それでいて帝軍山一つ落とせない。なるほど。劉備の守る帝軍山は思ったより堅固だった。敵の石や矢が尽きたという報告がひっきりなしに入ったので、退去して攻め上ってみれば砦の直前で雨のように矢を射かけられた。雪崩のごとく石を投げ落とされた。損害は実に2万。兵士の士気は極端に落ちている。なぜこんなことが起きている。なぜ我らが劉備ごときに翻弄される。攻めているのではない。誰かその訳を説明できる者はいないか。これを打開できる妙案はないのか。お前たちはこれから魏の国の戦を担っていかなければならないのだ。知恵を絞れ。毎日軍議を開く。一人が一つずつ策を出せ。俺としたことが、どうして加工トンをはじめとする
経験豊かな将軍たちを伴ってこなかったのか。花公園がいたし、長江もいるので、のんびりしていたのか。俺自身が老け込んだので、なんとなく若い者の時代だと思い込んでしまったのか。それとも、40万の大軍にいつの間にかおごって、劉備を甘く見たのか。この戦そのものがどこかで間違っていなかったのか。四五道の参道がまた切られて南帝の兵糧が尽きかけた。夜国道の修復が間に合ってなんとか息をついたが、またいつ補給路が乱れるか知れたものではない。夜国道と四五道を交互に壊し、我が軍の兵端を脅かしているのはあの馬長なんだ。馬長の姿が見えないので気にはなっていたが、補給路を叩く役だったとは。参った。馬長の姿を見て領州兵や揚州兵がどんどん脱走している。見せしめに300ほど首をはねてみたが、効果はなかった。馬長の名前を聞いたからか、この前の戦でこっぴどくやられたためか、それとも病が流行り出したのが原因か。兵士の士気はさらに落ちている。巨長が入ってきた。思い詰めた顔をしている。殿、張飛の騎馬隊とぶつからせてください。何？張飛の騎馬隊さえ潰せばこの戦は勝てると思います。こち、この前も言ったろうが、それはならん。殿、こちはこれほど軍旗の乱れた曹操軍を見たことがありません。ああ、乱れはきっと正す。だが、それと、お前が張飛と戦うのは別だ。張飛や張雲は、こちがそうするのを待っているのだ。いつも、私に隙がないか伺っている。私の隙が何かわかるか。こちがそばにいないことだ。だから、どんなことがあっても、私のそばにいよ。頼むぞ。はあ。四五道でまた参道が切られたという知らせが入った。軍議では相変わらず何の収穫もなかった。軍議が終わった後、曹操は苦笑してつぶやいた。軽禄だな。はあ、軽禄ですか。次の朝、兵が帰還の支度をしているという報告が入った。幕僚の一人、楊州の命令だった。誰が帰還を許すと言った。殿下は軽禄とおっしゃられました。軽禄とは捨てがたいが役に立たないもののこと。まさに漢中のことを言われたのではありません。ハゲ、役立たずのお前たち幕僚のことだ。こっち切り捨てよ。はっ。帰還命令は取り消すな。一度帰還する気になった兵は使い物にならん。この時、劉備の勝利が決まった。曹操は漢中争奪戦に敗れたのである。第176回、孫権の企み。関羽将軍に
藩中より優美様の伝令です。我勝てに。勝ったか。漢中で40万の敵に。はい。曹操は負傷した兵を連れ疲れ飢えた40万の軍を義の国まで撤退させました。そうか。あの夜国道死後道の狭い道を40万の大軍で退却するのは曹操もさぞかし苦労しただろう。ともあれこれで益州は殿の職の国のものとなった。関羽将軍への殿のご命令をお伝えします。続いては益州と慶州を分けている新城軍と常用軍を直ちに平定せよ。以上です。はあ、はあ、直ちに新城軍常用軍を平定いたします。なお軍師の孔明様からの伝言があります。近々必ずお約束のことがあるので関羽将軍にはそれに備えるように。はい、わかった。伝令ご苦労であった。新城軍と常用軍を平定するのは毛達に任せて、関羽は漢城の曹操軍を牽制し、同時に蜀の国の東で力を蓄えている呉の国の孫権の動きに注目した。孔明が慶州を訪ねた時にくどいほどに念を押していったことだった。漢中を奪った後の劉備軍の戦略についても聞いている。漢中の北の長安のある揚州とその西北にある馬超の故郷凌州を蜀の国に併合することだった。それが実現すれば劉備の国蜀は初めて曹操の義の国と肩を並べることができるのだ。そうなれば一安心だ。もうわしも58、髪もひげも白いものの方が多いが、やっと間に合った。天下人となった劉備玄徳をこの目で見ることができる。わしのこの手で兄者をそこまで押し上げることができる。関羽運長、満足だ。呉の国の孫権は劉備が漢中で曹操を打ち破り40万の大軍を追い払ったことを知っても権業を離れなかった。合肥攻略のための兵を3万ほど集めたが勝つ見込みがなくそのままになっている。これからどうなる。下手をすると呉の国は自利品で小さくなっていく恐れさえある。いや、それどころか蜀と魏の間で押しつぶされることになるかもしれん。孫権は館に文官の長長相を呼んだ。長相はもう60も半ばだったが、シワだらけになってもまだ元気で民政の頂点にいて全てに目を光らせていた。長相、そなたの知恵を借りたくなってな。一つ伺いたいことがあります。亡き周瑜殿は希代の英傑ゆえ殿のために天下を望まれました。だが周瑜殿亡き今、殿はまだ天下への志をお持ちでしょうか。私は天下はいらぬ。まことに？三つの国がそれぞれ大差のない力を持ってそれぞれに繁栄すればよいのだと思う。繁栄をこそ競うのだ。なるほど。それで今殿は何を求めておられますか。慶州が欲しい。慶州のすべてを手にすれば私は魏や蜀よりも国を栄えさせる自信がある。劉備や揚州凌州の二州を手に入れればよいではないか。それで魏呉蜀の力は大体同じ大きさになる。難しいところですな。劉備の蜀が大きくなるのを横目で見ながら私は合肥で曹操と睨み合っていなければならんのか。殿、物事には裏というものがあります。義との間に裏を作っておくとよろしい。なんと。現在でも裏はあるではありませんか。
私が合肥の軍を引くために早々に進化の礼を取ったことを言っているのか。さよう。これは殿の思惑を超えた領主かも。というと？直接誰かと通じるのはやめておきましょう。進化の礼を一応義に見せておけばいいのです。そして職にも何か口実を作っておきましょう。どんな？職は同盟軍です。だから同盟の確認や強化を職が拒んだという事実があるといいですな。今職がそんなことをするはずがない。そうでしょうか。例えば縁談を関羽に持っていく。関羽に縁談を？ああ、なるほど。関羽には息子が三人に娘が一人おります。娘を嫁に欲しいと申し入れるか。関羽はきっと断るどころか怒り出すでしょうな。そういう性格の男です。自分の身内に政略結婚などあるはずがないと思ってるでしょうから。よし、それを密かに進めてみよう。折を見て使いを出しましょう。孫権の使いが関羽のもとに訪れた。任天という中年の文官で物見遊山の風情だった。今は小康状態だが、曹操との戦が終わったわけではない。準戦時下である。関羽は本営で具足をつけてその孫権の使いと会った。何？私の娘が欲しい。はい、亡き周遊様のお子周純殿が早いもので来年は二十歳になられますんで、この際天下の豪傑関羽将軍のご息女とぜひとも。待たれよ。私を愚弄する気か。とんでもない。嘘偽りのない本当の。では戯れか。いつ合戦が始まるかもしれんという時にちとのんきすぎる話ではないか。さればそういう時なればこそ同盟強化のための縁組があってもよいとは思われませんか。筋が違うであろう。里帰りしたまま劉家が気に入らんと戻ってこられない孫霊夫人のことをどうするつもりなんだ。あれは終わったことでございましょう。終わったことだと？というより昔々の。まあ終わったことだな。同盟強化のための縁組など劉家と孫家との間ではとうに終わったことなのだ。この関羽雲長は劉備玄徳旗下の一武将に過ぎない。その武将との同盟強化とはいかなる目的で言っているのか。関羽将軍はとても一武将などではありません。蜀の国を背負って立ち慶州を支配され、あまねく天下にその名声を轟かす優勝中の優勝であられます。私が劉備玄徳の武将ではないというのか。聞き捨てならんぞ。孫権殿は私に劉備に背を向けて呉の国へ来いと言われるんだな。いえいえ、まさかそのようなことを。どうして？あくまでも蜀と呉の連携の強化のために。同盟をさように大事に考えるんならば合肥に出兵されよ。曹操を引きつけられよ。それこそが実のある連携というものであろう。まして今は戦時と同じ時、縁組の話などもっと平和な時に持ってくるがいい。この通りに孫権殿に伝えてよいぞ。方法の手で逃げ帰った使いの任天は大げさにこのことを報告した。長将、案の定関羽が怒ったぞ。私らの深い企みなど気づきもせずに。これでまさかの時の口実ができましたな。7月、劉備玄徳が漢中央に着いた。その知らせはすぐに関羽のもとに届いた。
即刻全軍に出動命令を出した。曹操の軍が抑えている繁盛3万の軍で襲う。高陵と公安に1万5千ずつ兵を残した。新城軍と常陽軍を制した毛達に待機命令を出した。兄者が漢中王になるのが合図だ。孔明め、なんでも無駄にせぬ男だ。第177回漢中王。劉備は漢中王になることにためらいを見せた。漢の王室を再興することを誓って関羽、張飛と兄弟の契りを結び、兵を挙げ今日まで戦ってきたのである。殿、漢中王になることは義王となった曹操への対抗なのです。殿が漢中王になることで全国の民にはそれがはっきりわかるのです。しかし孔明、帝はどう思われるか。帝は殿を信じておられます。殿が曹操を倒して漢王室を再興されるのを首を長くして待っておられます。ですから曹操が帝になれば殿も帝になればいい。誰でも帝を名乗ることはできますが、漢の帝とは厳然として違うものです。そのことも民に教えることができます。わかった。私は漢中王になる。今が曹操を追い詰める絶好の機会だった。曹操を破り漢中を奪った今なら、劉備の職の力でもかなりのところまで曹操を押せる。押せるだけ押したところで戦は膠着状態に入るべきだった。まず長安だ。関羽殿が慶州の北へ兵を進める。曹操軍が無視できずに応戦している間に、張飛、張温の将軍がそれぞれ2万の軍を率いて漢中から打って出る。李元、甲中、玄関の3人の将軍が3万の兵を連れて後に続く。馬長の1万の軍は危険に出て、要領2州に気合をかけ兵を募る。おそらくは数万が集まるだろう。この盛況な10万の軍勢が一斉に長安を目指すのだ。長安を取る。孔明、関羽はもう出撃したのか。はい。殿が漢中王を名乗られることが合図でしたから。関羽はどれほどの曹操軍を相手にすることになるのかな。繁盛の曹仁の軍が2万、それに右近の軍が3万、炎上に向かっている徐行の4万。関羽殿は3万の軍ですが、後続に1万、側面から毛達の軍が1万。半分の兵力で戦うのか。関羽は苦しいな。曹操はもっと軍を出してくるだろうし。孫権に合肥への出兵を要請しておきます。牽制でもよいからと。もう一息だな、孔明。はい。慶州は繁盛に雨が降っていた。もう何日も降り続いている。関羽は雨に煙る繁盛を眺めていた。さすがは不屈な者の総人だ。繁盛の守りに揺るぎはない。しかも城外には右近の3万の軍が陣を敷いている。関羽は1万を前に出し、繁盛と向き合って陣を組ませた。後の2万はその後ろで右近の軍にも備えて構えた。徐々に城を締め上げる。曹仁か右近かどちらかが動いた時、騎馬隊を中心の攻めに入る。それまでは耐えよう。
雨は降っている。あと5日も降り続けば、関水の包みのどこかが決壊する。カウンはそれを待っている。ウキンの軍が包みの上に陣を移した。雨は降り続いている。冠水が決壊した。みるみる地面が水で覆われていく。出動する。五千は船で雨巾の背後に回れ。一万は繁盛に向かって構えを崩すな。一万五千は私の指揮で雨巾を撃つ。かかれ。水の中に軍を進める。雨巾の軍は動けない。水を出ると丘を縫って進む。遠回りになる。一直線に進むよりずっと楽。雨巾の軍が見えてきた。右翼から崩せ。船で包みの背後に回った五千が左翼から攻撃を開始した。雨巾の軍は包みの上で動きが取れず、右翼が崩れ始めた。兵たちが水に落ちて逃げていく。左翼も崩れ始める。カウンは青龍円月刀を構えて、旗本の騎馬隊と霧のような鋭さで雨巾の本営を目指した。しぶきが飛んで道が開けられた。雨巾の姿が見えた。雨巾殿、これ以上の戦いは意味があるまい。負けました。この首をお取りください。願わくば部下の命はお救いくださるよう。雨巾殿、戦は決着がつけばよいのだ。もはや無用に殺し殺される時代ではない。戦が終わるまで公領にいていただく。それだけでよい。関羽将軍。曹操の信頼厚い雨巾将軍も所詮は関羽の敵ではなかった。次は繁盛だ。曹操は6万の軍に守られて洛陽にいた。漢中で俺が撤退した後、劉備の軍は疲労困憊していたはずだ。40万の曹操軍がフラフラになるほど揉みに揉んだのだから。帰り道で難渋したこともあるが、まだこっちの兵は疲れが取れない。それが劉備のやつは漢中王などと名乗って、わずか2月で反撃を始めた。孔明の知恵だろうが、劉備の軍は戦を続ける覚悟だった。そうなれば作戦は誰でも読める。関羽は北進して繁盛に援軍として送った雨巾を粉々にした。そうやってこの曹操を牽制する。その間に蜀の劉備軍は漢中を躍り出て、楊梁二州をせしめ、長安を奪って長い堅固な防衛線を敷く。くそ、作戦は読めても打つ手がない。加工屯を呼んだ。加工屯、劉備が長安を狙っている。打ちに行くぞ。野戦で決着をつけてやる。お待ちください。今差し迫っているのは慶州の関羽です。しかし関羽を誰が撃てる。後の孫権にお命じください。何、孫権は私に臣下の礼を取っているが、劉備とは同盟しているのだぞ。
臣下の霊は臣下の霊です。殿下は尊権に官を打てと命じればよいのです。条件によっては尊権は動くでしょう。慶州の長江から南を与えるというのか。尊権はこれ以上劉備の職が力をつけるのを不安に思っております。いや、己の五の国が潰される恐怖さえ抱いております。尊権とはそういう男です。面白い。過去とお前らしくなく狡猾だが、私に初めて打つ手が見えてきた。孫権に劉備を裏切らせるか。この策を立てられたのは宗妃様です。宗妃に。おそらく芝居の知恵であろう。いかにも宗妃らしいな。ご明察。漢中から戻ってすぐ、曹操は自分の後継者に宗妃を指名した。漢中の戦の凄まじさがその決断をさせた。やってみよう。臣下の尊権に漢を打てと命ずるんだ。第178回裏切り。10月か。焦らなくても繁盛は年が変わる頃には落ちる。そうなればいよいよ落葉を目指せるんだ。勝利を確信して繁盛を囲む関羽に心を煩わせることはいくつもあった。繁盛の近くの村々が雨巾の軍を打ち破った時のあの洪水にやられて食べ物が不足していたのだ。関羽は2000騎ほどを引き連れて村々を駆け回った。わずかだが兵糧を与えて歩いた。もどかしい思いも味わった。農民にもっと食べ物を分けてやりたくても公領からの兵糧輸送が滞っているので、それができない。せっせと運べと催促すると魏方は盗賊が出るので無理だという。もちろん嘘だ。自分の手際の悪さを魏方はそんなデタラメでごまかそうとする。今公領から繁盛までの間に賊が動き回れる隙などないのに。まったく師匠がない男だ。兄の美塾とは大違いだ。もう一つもどかしい思いをしているのは毛達が敵らしい敵もいない新城軍常陽軍をいまだに制圧できずにいることだった。毛達は殿を益州に導くのに功績のあった劉璋の家臣ということでそれなりの扱いをしているが、これも見かけ倒しの困ったやつだ。税を着服した時はこっぴどく叱りつけてなんとか収まったのだが、戦のこのもたもたぶりはひたすら怠けているとしか思えない。劉備は益州の生徒で3万の軍を新たに精鋭に仕上げていた。今は北を目指す諸にとって攻め上る絶好の機会だった。今長安攻略を逃せば次はたやすく取れはしない。孔明は山積する仕事に追われて眠る間もないほどだった。軍師殿、ちょっと心配があるんだが。何ですか張飛将軍。小兄貴のことなんだ。いや別に心配する理由があるわけじゃない。ただなんとなく嫌な感じがするんだ。私も夜中に胸騒ぎがしてやたら目が冴えることがあります。いやほとんど毎晩そうなのです。叶わないんでその度にいいことを一つ一つ思い浮かべることにしています。関羽殿は繁盛城外で雨巾将軍の曹操軍を赤子の手をひねるように潰したことや、
曹操の膝元でやたら反乱が起きていることや。それで胸騒ぎは消えるのかね。まあ大抵は消えません。なんだ。お顔には出しませんが、殿もきっと同じですよ。大兄貴もか。俺がなんだかんだと心配しても始まらんか。しかし肉親以上ですね、張飛殿の殿や関羽殿への思いは。かもしれんな。俺は勝ち戦は大兄貴のもの、負け戦はみんなのものと本気でそう考えて戦っているんだ。長将は呉の慶州側を預かる武将呂蒙から陸遜に変えた。これで関羽は呉が合肥に力を入れるために慶州には若い将軍を持ってきたと思ってくれるといいんですが。思うとも。私でも分かっていながら今聞くとついそう思えてしまう。されば殿、そろそろ曹操に色良い返事を聞かせてやっては。そうだな。関羽をやれば長江から南の慶州はくれるというのだから。では明朝曹操への密使を送ろう。密使が足しげく行き交って魏の国と呉の国の密約は成立した。曹操は若い者に任せていた。中心になっているのは曹丕と曹丕の側近司馬懿だ。曹操は若い者のやることをじっと見守っていた。夏侯惇、少しは形になってきたか。若い者の作戦は。はい、なかなかのものです。まず呉の孫権に公安公領を取らせます。ほう、公安公領を取らせるか。で引き返す関羽を後ろから徐光と曹仁が追い打ちをかけます。ただしそれほど深追いはしないそうで。なるほど。引き返した関羽の軍と呉の軍勢がぶつかり合う。激戦になればなるほど呉の軍勢の消耗は激しい。場合によると劉備の救援隊が白帝城から長江を下ってやってくることもある。蜀と呉の血で血を洗う戦になる。こちらは高みの見物だ。ご明察。とにかく関羽が繁盛の包囲を解けばすぐに徐光は長安に軍を回せるようになって、今関中に集結している劉備の軍は迂闊に動けなくなる。曹丕と司馬懿はそう考えているのだろう。いかがなものでしょうか。若い者が姑息なことを考えるものよ。姑息でしょうか。なかなか深く考えた。不愉快だ。はて、曹操軍は関羽とまともに顔を合わせないではないか。一度も。この戦、主役は呉の孫権なのですから。関羽は死ぬかもしれんのだぞ。それが新しい戦い方なのでございましょう。男が力をぶつけ合った時代は終わって、調略に長けた者の時代になったということか。ならば関羽雲長が過ぎ去る時代を飾って死ぬのも見事かもしれんな。それで男の時代は終わるのだ。男の時代は終わりですか。殿、ここに入る前に巨女に酒を頼みました。久しぶりに殿下と飲みたいと思いまして、よろしゅうございますか。うん、私も飲みたいと思ったところだ。酒を前にしてはまさに歌うべし。人生いくばくぞ。
例えば朝の露の如し、去りゆく日の怪しくも大きい。多くの者が言ったな。はい、敵も味方も。もう戦は若い者に任せるか。はい、任せてやらなけりゃ若い者にいつまでも芯が入りません。それも面白いがな。五の文官の長老長相が孫権のところへ挨拶に来た。殿、これから武将へ参ります。いよいよか。はい、殿の夢と五の将来を見事に開いてみせましょう。私はさぞ民からそしられるであろうな。同盟を破った卑劣な男だと。また弱気の虫が顔を出しましたな。殿、これは殿の賭けではなく、長相という老いぼれの人生最後の賭けなのです。これによって五は栄えましょう。その栄光は殿のものです。そして、おめえはこの老いぼれのものなのです。どうか、お心を強くお持ちください。うん。長相、頼むぞ。では、行ってまいります。長相はシワだらけの顔をさらにくしゃくしゃにして笑った。それは劉備の積年の志、孔明の練りに練った戦略を、関羽の58年の夢打ち砕こうというお笑いだ。第179回帰還できず。五の国の長老長相は武将で先頃慶州軍から退いたばかりの呂蒙将軍と会っていた。呂蒙、高陵に兵を出せ。は、慶州の北の要衝高安高陵の城郭を占領するのだ。長相殿、職を裏切るのですか。そうだ、職を裏切るのだ。我が殿は曹操の調略に乗ったのですか。わしが曹操を乗せたのよ。兵力は。まずは5000。わずか5000。関羽は高安高陵に合わせて15000の軍を置いているのですぞ。まったく心配はいらないのだ。公安の詩人とはすでに話がついているし、公領の美法もあと一押しなのだ。長相殿、一つだけお聞きしておきたい。殿は天下を取るおつもりなのでしょうか。この乱世に国を作って天下を望まぬ人がいるのかどう。わかりました。これは天下への第一歩ですな。天下の前では同盟など意味はない。長相殿、行ってきます。呂蒙は長江を遡った。7日目に公安に着いた。詩人は城を開いて待っていた。呂蒙は5000の兵を整え、寝返った詩人も入れて1万の軍で高陵に向かった。高陵城は初め城門を閉ざしていたが、詩人が出ていくと
李芳はすぐに城門を開いた。拍子抜けするほどあっけなかった。さらに寝返った毛達の2万の軍が高陵の西側に陣を敷いた。全軍戦闘態勢を取れ。呉の軍勢退去して進攻。高陵城落城。この知らせが届いたのは深夜だった。曹操が攪乱戦法に出てきたと関羽は判断した。しかし朝、高陵へ兵糧補給の督促に行っていた王穂が真っ青になって駆けつけた。呉が同盟を破ったことを認めないわけにはいかなかった。いつ攻められたのか。三日前です。主人は呉と内通していたようで、李芳も甚だ疑わしい。両毛の軍に主人の姿を見るとすぐ城門を開いたのですから。では戦わずに。私は密かに逃れ馬を飛ばしてきました。コンペ、すぐに城陽へ行って毛達の2万全軍を出動するように命令しろ。はい。お待ちください。毛達も裏切ったと思われます。毛達もか。確かめたわけではないのですが、李芳の手の者が間もなく毛達の軍も高陵へ来ると話しておりました。わかった。少し休んだら高陵へ向かってくれ。1万の兵を預ける。わかりました。関羽の軍がみるみる減っていった。曹操軍に反乱を起こして関羽の軍に加わった者が消えていったのだ。関羽は自分の騎下だけで軍を組み直した。冬、繁盛の中で歓声が上がった。城内に何らかの方法で知らせが入ったのだ。伝令が飛び込んできた。一万の兵を率いて高陵へ向かった王穂が待ち伏せを食らって大損害を受けたという。待ち伏せをしたのは呉の軍ではなく曹操の徐行将軍の軍だった。徐行は呉の孫権が蜀との同盟を破り公安高陵を奪うことを知っていて伏兵を置いたのか。孫権はやっぱり曹操と手を結んで慶州を奪う気なのだ。石膏の報告が入った。徐行の軍は6万だという。そして関羽の軍は今1万を切り、しかも完全に孤立していた。関平、高陵に戻る。全軍の準備を整えよ。父上、徐行に追撃を受けます。構わん。ぶつかって突き破る。あとは高陵へ向かってひた走りに走る。関羽の軍が出発した。徐行の軍がすぐそこに。繁盛の中から曹仁の軍が出てきて追撃の構えを見せている。突っ込むぞ。さあ、清流円月堂で敵を切り倒し突き抜け、一里沖に伏せられていた敵を車流に突き破り追撃の手も振り切った。騎馬が1500騎、歩兵が1000残っていた。深夜に幕城に着いた。伏兵に大損害を受けた王穂の部隊がいた。王穂は栄舎で横たわった。おお、高陵の手前に数万の敵が布陣しています。高陵へ行くのは難しいかと思います。たとえ行ったとしても城を取ることなどとても。おお、死にました。幕城は壊されていた。籠城もできない。関羽は兵を集めて残りの兵糧を配った。今まで
よく戦ってくれた。故郷に帰れ。故郷で休んでまだ戦えると思ったら益州の殿のもとへ行ってくれ。皆が出て行ったのを見届けてから私も益州へ向かう。何もしてやれなくてすまない。皆達者で暮らせ。夜になった。残ったのは息子の寛平と側近の八名だけだった。こんなことになって兄者に申し訳がない。もう一度兄者と一緒に戦いたかった。張飛、悪いが先に行くことになる。兄者を頼むぞ。翌朝、雪が降っていた。関は城門を出た。10名だった。敵が行く手に立ち塞がった。歩兵が1万、騎馬が1000。かけるぞ。続けれ。しゃしゃ。雨のように煮込まれてくる。一人、二人と倒れている。寛平も倒れ、カウンの体にも二本矢が突き立っていた。カウンは敵に向かって歩き始めた。いい兄弟がいた。いい友がいた。さらに矢が体に食い込んでくる。雪は白い。雪だけの白い原因。雪は血も隠す。いい雪だ。体が宙に浮いた。雪に埋もれた。関羽雲長、帰還できず。第180回、地獄に生きよ。張飛は叫んだ。獣のように咆哮した。岩山に一人立って、張飛は全身を絞り上げて叫んだ。もう声も出ない。涙も溢れてこない。関羽が死んだ。兄だった男が死んだ。戦場で死んだ。戦い続けてきた。戦いながら死んだ。
男として死んだ。あんたに出会っていなけりゃ俺なんか遠の昔に野垂れ死にしてた。小兄貴がいたから俺は一人前の人間になれたんだ。あんたが俺を男にしてくれたんだ。大兄貴とも会えたんだ。だけど小兄貴よ、あんたが死んだからったってお別れってことじゃないんだし。そうさ、関羽雲長が先に死んだってだけのことだ。いずれ大兄貴の劉備玄徳も死ぬし、俺だって死ぬ。いつかまた三人で騒ごう。張飛は陣屋で衣服を改めると20名の友を連れて南帝の軍議に出席した。武将のほとんどが集まっていた。趙雲が近づいてきた。張飛、お前が来るのを待っていた。孔明殿が部屋から出てこようとしないんだ。ああ、孔明殿が部屋にこもりきりじゃ何も始まらんではないか。気持ちは分かってやれ。自分の立てた作戦が潰れて関羽殿が死んだのだ。俺が呼んでくる。頼む。孔明殿、張飛欲得です。入りますよ。なんと軍師殿、置物みたいに床に座り込んで。もうみんな集まったので軍議を始めたいんだがな。張飛将軍、何かな。孔明殿、諸葛亮孔明の処断を決定していただきたい。この度の慶州の惨事は私の見通しの甘さが招いたことです。私は処断されるべきです。そうかな。そう思うなら軍議で自分で提案されればいい。張飛将軍の言葉は重みが違います。ぜひ張飛殿に切り出していただきたい。私の罪は万死に値すると。ごめんだな。ならば自決いたします。しっかりしてくれよ孔明さん。今軍師がそんなことを言ってる時じゃないだろう。そりゃ小兄貴は関羽雲長は蜀の国の柱だった。しかし一武将でもあった。貴重な一武将が慶州の戦で死んだ。ただそういうことではないのか孔明殿。本気でそう考えておられるんじゃないでしょう張飛殿。俺は自分の思いはキリがないほどあるさ。しかしこの際自分の気持ちは抑えて大きな目で見なくちゃいかんのじゃないか。だからこれは一武将が死んだということなんだ。割り切れるんですか、そんな風に。今は割り切るしかない。俺はそうすることにしたのだ。嘆くのはいつでもできる。今しかできないことがあるはずだ。張飛殿は戦略を誤った軍師に何か言う資格があると思われるのですか。俺は戦略は正しかったと思っている。戦略を誤ったのではない。ただ敗れたのだ。敗れたのだから軍師はまた戦略を立て直さなければならんのだ。俺たち軍人は戦う。全力で戦う。道は軍師が考えてくれ。負けた時の道もだ。大兄貴は劉備玄徳勘中王は生徒に戻られた。この敗北後の道は孔明殿が何とか開く。そう信じられたからだ。今度の戦で蜀は関中を取ったが慶州は失った。
そういうことなんだよ、孔明殿。赤壁の戦以後、俺たちは運に恵まれた。小兄貴の戦死は運命の女神がちょっと横を向いたということじゃないのか。こういう時こそ軍師の働きどころだぜ。もうこれ以上は言わない。軍議を始めてくれ。待ってる。将軍たちは全員が揃っていた。趙雲が目を閉じて腕を組んでいる。戻ってきた張飛はその横に黙って腰を下ろした。孔明が出てきた。顔は蒼白だったが、目はしっかりした光をたたえている。慶州で関羽将軍が死去された。したがって戦略は第一歩から見直さざるを得ない。戦略の破綻は全て私諸葛亮孔明の責任である。この件に関しては生徒で殿のご裁断を仰ごうと思う。とりあえず今はまだ私は軍師である。軍師としての責務で改めて我が軍の配置を決めさせていただく。お願いいたす。この艦中は守らなければならない。守備は2万、義援将軍が指揮し玄関将軍がこれを補佐する。白水艦に馬長の軍1万、この3万が益州の北の守備の要となる。あとは全軍が成都へ帰還する。慶州から逃れてくる兵を加えて新しく諸の国の軍を編成し直す。成都への帰還は張飛将軍に第一陣。もう誰も関羽の名は口にしなかった。大きなものが欠けた。この事実は消しようがない。艦中に集結した軍の大半が成都に戻ってきた。文官も交えた軍議が開かれた。孔明が状況の説明を始めかけたところへ縄をかけられた美塾が飛び込んできた。首をはねていただきたい。美塾殿、誰があなたに縄を。自分で縛りました。殿、この度の失敗は全て弟の美宝の裏切りのせいです。恥じても恥じきれません。兄の私の首で済むことではありませんが、死を願うしかないのです。何をバカな。さ、名を徳へ静かに。頼む長雲殿。殿が曹操と並ぶ千載一遇の機会を、弟のふぬけがぶち壊してしまったのだ。美宝の代わりに、私の首をはねていただくのだ。気持ちはわかるが、美塾殿。落ち着かれよ。美塾殿。あの美宝のバカと違って、あんたは職には必要な人間なんだ。張飛将軍、お情けだ。生きている一国一軍は、私にとっては恥辱なのだ。恥じながら、生きられない。いや、あんたは恥じながら生きるしかないんだ。みんなが苦しんでいる時に、自分一人楽になろうなんて傲慢だ。弟の罪を背負って恥辱にまみれて殿に尽くせ。かわ